当然 J1 復帰、早期の復帰、そのサッカーをやるためにもやはりクリエイティブでアグレッシブな攻撃サッカー、攻撃も守備も個人的にもグループチーム、要するに状況によって個人で打開するのかグループで打開するのか、チームで打開するのか、そういったサッカーが、連続して繰り返されるような、で守備でも個人でボールを奪うことでも、個人でボールを奪えなければグループで奪う、グループで奪えなきゃチームで奪う、そういうサッカーができたら、いいなと。アルビレックスタイムズキックオフ。鈴木正和新監督のもと、1年での J1 復帰を掲げスタートした2018シーズン、まずは今季から加わった新たな選手たちを紹介します。東京ヴェルディから加入しました高木義明です。少しでも新潟の力になれればいいなと思って新潟にやってきました。1年での J1 復帰を目指して全力で戦うので応援よろしくお願いします。僕自身の特徴は、前線の間のスペースでボールを受けてそこからチャンスメイクすることと、あとはシュートをたくさん打って、まあ、決定力を生かせたらいいなと思ってます。湘南ベルマーレから来ました広瀬健太です。1年で J1 復帰を目標に頑張りたいと思います。僕の得意なプレーは、カバーリングと、インターセプトで、そこから攻撃につなげるのが得意だと思ってます。この度アルビレックスシンガポールから来ました柳康隆です。目標であった、新潟でプレーすることができて、すごい嬉しい気持ちとまた責任も感じています。一日でも早くチームの力になってJ1 昇格に導けるように頑張ります。対人の強さだったり、あとはロングフィードに自信を持っています。横浜 F ・マリノスから加入しました田口純人です。去年は1年間藤枝真由志でプレーさせていただきました。ゴールキーパーの中では一番若いですが、下からどんどん突き上げてレギュラー争いに加わっていけるようにやっていきたいと思います。足元の技術を生かしたビルドアップなところと、至近距離のシュートストップだと思っています。流通経済大学から来ました渡辺新太です。一日でも早く新潟の力になり、J1 昇格に向けて、貢献できればと思います。自分の特徴は、バイタルエリアでどんどん積極的に仕掛けていくこととゴールを奪うところが自分の持ち味だと思います。筑波大学から加入しました豊島幸男です。熱いファンサポーターや素晴らしい施設を持ったこのアルビレックス新潟というクラブに加入できたことは本当に嬉しく思っています。その中でチームの目標である J1 昇格に向けて少しでも力になれるように頑張っていきたいと思っています。状況判断であったり、攻守にわたっていろんなところに顔を出すというところが特徴だと思っているので、そういったプレーをこのクラブでもできたらなと思っています。前橋育英高校から加入することになりました渡辺大輝です。幼い頃からの憧れだったアルビレックス新潟でプレーできることをすごく感謝しています。一からのスタートなので、少しでもチームに早く馴染みチームに貢献できるように頑張るのでよろしくお願いします。左足のキックとタイミングのいいオーバーラップが自分の特徴だと思っています。そしてこの会見後には酒井大輔選手と安田道弘選手がチームに加わりました。さらに、meu ponto forte é o cabeceio e também o chute com a perna esquerda, com a perna direita, uma boa proteção. Acho que meu primeiro objetivo eu sair do Brasil e vir para o Japão é ajudar a equipe a subir para a primeira divisão. Acho que botei na cabeça também que minha posição é centroavante, tem que fazer gols também para ajudar
Acho que nessa temporada se conseguir fazer 25 a 30 gols, acho que tá de bom tamanho. Eu vou me esforçar ao máximo para aprender quanto antes, aprender mais um japonês, para poder orientar o meu grupo, os meus jogadores. É difícil ter uma porcentagem assim, exata de quantos gols parar, mas vou dar o meu melhor. Espero que o nosso time seja o time menos valorizado da liga. A gente sabe que é muito difícil, mas vamos trabalhar muito para que isso dê certo. 2018 シーズン、鈴木監督、スタッフ、そして選手一丸となって J1 復帰を目指します。1月17日から2月10日まで高知県でキャンプを行ったトップチーム。初めての練習試合を直前にした鈴木監督に話を聞きました。最初のところではできるだけ選手たちにそのクリエイティブアグレッシブな攻撃サッカーっていうのを仕掛けてボールを奪う、そういうもののイメージをやっぱり共有できるように少しでもしていかなきゃいけないのかなっていうところで、まあフィジカルも含めたところでのトレーニングっていう状況で、やっぱりその最初はやっぱり特にディフェンスラインなんかはそのボールに対してのアプローチの部分っていうのはどうしても甘い状況があったっていうのは確かです。ただまあだいぶ本当に選手たちも意識を持ってねやってくれてるんで、まあ攻撃の方も常にシュートを打つための準備で、あの個人でいけなければグループでチームでっていうところがまあ頭の中でも体も動いてきてる選手もいる状況かなと思います。もう少し個人の特徴、いろんな選手がいる中でどう組み合わせてどうチーム作りするかによって1たす1が3とか4になる組み合わせっていうのが出てくるもんですから、選手たちにもどう攻撃どう守備するかっていうところでアプローチはしています。あの人間できないことをできるようにするのは意識と行動と経験しかないです。こういうところをしっかり環境の中で練習の中で作っていく、で選手たちに意識させてトライをさせる、でそこでやられても OK、 でもそこに次のステップとしてなぜやられたかを考える、でそういうものの考え方でこう環境を作っていくことによってやっぱりできないことができるようになってくると僕は思ってますんで。昨シーズンはリーグ戦34試合で28得点、そして失点は60。まずは攻撃と守備の大幅な修正が今季を戦う上での課題と鈴木監督は考えています。